こんにちは、キダニックさん。今回メッセージをいただきました。どんな動画を撮っていいのか迷っていますということですよね。自己アフィリの案件を紹介していく動画がいいのか、パソコン周りの情報を発信していくのがいいのか、ノンジャンルで何でもかんでも発信していくのがいいのか、マインド論なのかってことですけども、これはキダニックさんが動画の冒頭でいつも言ってるじゃないですか。その皆さんの生命と財産を守るための動画を発信するわけでしょ。生命と財産を守るための動画を1000本2000本とやることを決めていると思いますんで、ノンジャンルっていうのではないと思いますし、マインド論もまあそんなにそうでもないのかなと思いますし、それからパソコン周りの情報っていうのもとも違うと思います。自己アフィリの案件でも悪くはないんですけども、生命と財産を守るというふうなね、動画の中で最終的なオチを作るためにはどういうふうにすればいいのかなっていうふうなネタ収集をやらなければならないんですよ。情報発信をする人っていうのは、いわゆるね、取材っていうかネタを集めてくるってことが日々の日課になってきますんで、そのネタ集めができない人のために自分がネタ集め代行するんだよっていうのが情報発信者のね、 YouTuber としてのまあ仕事ですから、それをやることになります。じゃあ生命と財産を守るって何なのかなってことなんですけども、基本的にはね、稼ぐ方法をお伝えする、もしくはお金の問題を解決するための方法をお伝えするっていうことでいいんじゃないかなと思います。で、 YouTube を使うときに、情報発信するときにどのジャンルでいくかってみんな悩むんですけども、速稼塾の方では4つのうちのどれかっていうふうにまずはね、スタート位置を決めています。1つ目がお金の問題の解決をするための情報発信をすると。2つ目は恋愛の問題を解決するための情報発信をする。3つ目は仕事の問題を解決するための情報発信をする。4つ目が健康の問題を解決するための情報発信をする。ということで4つに分かれているんですよね。健康の問題っていうのは、例えばミスター M さんみたいに筋トレ動画っていうのもね、これ健康につながることですよね。それから仕事に関する問題解決っていうのもありますよね。仕事に関する問題解決と恋愛に対する問題解決、この2つ今のところ速稼塾の中では空いてます。一番多いのがお金の問題解決です。これはね、 C のキャサルシリーズが非常に上手に自己アフィリエイト案件をまとめてくれてますので、自己アフィリエイト案件で行くってことは、この C のキャサルチャンネルとバッティングするってことも覚悟していくってことになりますよね。ということでね、どんな角度で行くかってことなんですけども、今回の動画良かったと思いますよ。そのお金を借りた時に返済をどういうふうなプランでやっていくかっていうのは、前回にもね、リンクするものがありますから、とにかく木谷さんは徹底的にお金を借りることにこだわった動画発信、どうやったらお金を借りるか、金利はどういうふうに返済するのか、設定はどうするのか、どういったお金を借りる先があるのかってことを、地方銀行、それから中央銀行とかね、それから日銀とかね、友達から借りるとか、社協から借りるとか、公庫から借りるとか、いろんな方法でお金を借りる方っていうのは世の中あふれてますから、それを一つずつ紹介するためのお金借りる専門チャンネルっていうので攻めるっていうのも一つの方法だと思いますよ。まだまだ言い足りないことは結構あるんですけども、今回はこの辺にしときましょうかね。動画の方を拝見させていただきますんで、これからもよろしくお願いします。それでは失礼します。